本当に効果があるのかどうか。けれど私にはもうこれしか。そっちにいるよ。あ、どの辺？喉乾いたね。これが減量の苦しみってやつかな。減量ってボクサーだよ、ボクサー。
なんで？こうなったらもうカサカサになるまで頑張りますか。もう疲れた。なんか眠くなってきちゃうね。うん、ほんと。ちょっと昼寝でもしようか。どうかした？どうかしたの？寝ぼけた？何を？空？普通だよね。変な風って一体どんな？真っ白ってどういうこと？光そのもの？あの飛行機雲とかじゃなくて？
寝ぼけたんじゃないの？ボケたんじゃないんなら目かな。一度眼科行った方がいいよ。でも心配だし。じゃあ熱射病とか。けど。今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで、本当に見たのかもしれないね。じゃあ、図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ、僕、後で調べに行ってみる。どっちよ。おはよう。お兄ちゃんの考えていることわかる。いつも通りだって思ったんでしょう。ま、ジタバタしてもしょうがないからね。そりゃ食べるよ。光合成じゃないんだから。もやし？苦しいね。自分で作ってきたんだって。食器も自前で。マメだよね。光合成だね。いると暖かくていいにゃ。ね？やっぱリポーターいないね。ま、
来る時もいなかったんだけど。もうあんたを離さないわ。あ、そんなギュッとして大丈夫？病み上がりなんだから。ニュースで見たけど、社員犬ってのが最近いるらしいな。つまり会社員な犬ってこと。癒しだよ癒し。人間の社員に対する時代のキーワードは癒しってことだな。それと動物、サンデーにもそれを目指してもらいたいもんだ。ドッグフードとかじゃね？3年分とか。はい、席つけ。お、サンデー復活したか。よかったな、ラスプーチンのようだ。ん？ラスプーチンってのはな、帝政ロシアの末期に実在した怪人僧侶で、何度殺されてもその度に復活したという伝説を持っているんだ。こんにちは、サンデーの顔見に来たんです。にゃん。あ、それじゃあ詳しい話はまた後でしよう。はい、それじゃあ。サンデーの回復お祝い。どうかした？